彼女の死の真相は闇に包まれている。必ずしもオーディンが悪いとは思えない。今とは別人じゃったしな。さっきを壊しに行った。ああ、そうだ。狩りの女王、スカジは？うん。愛を拒まれたオーディンは、彼女が父を殺すように仕向けた。ヨトゥンの軍の指揮官、強大なるスタルカズは？オーディンに咎められ、トールに騙され殺された。巨人王、狡猾なスルム、トールの土を盗んだんだよね。土とフレイヤの交換を持ちかけられ、忍び込んだトールに進化ともども虐殺されたんじゃ。ああ、話はまた後じゃ。煙の匂い、掘削機があるね。己の行いを恥じてない。ドワーフを守ったことも後悔しているのか。まさか。リングバークみたいに鎖で繋がれてたわけじゃないならやめればいいのに。やめてどうする。新たに建てた火事場が大地を汚染してしまったせいでアースガルズから食料を買わねばならなくなったんじゃ。働くのをやめれば日々の食事ですらままならなくなる。楽しくなかったの？うん。そっか。とにかく残りの種のかけらを探してどこに行けるか確かめようよ。内容は？そんなこと言う？そしたらこの石碑を作って、こんな立って。Come on, y'all!
イエロジン早口になってますよ。消えかかってた。ああ、これダメダメじゃん。したんだけど、刹那的な問題がありますね。あなたと的にも。キリがない。メロスラじゃ。ひっきりなしにレッチを産み落としおるぞ。これ以上は産ません。まあ後ろに避けちゃった。消えるよ。キリがない。ベルグスラじゃ。切り出しにレッチを産み落としおるぞ。これ以上は産ません。Stop it!
何がダメなんだ。終わったとはまた簡単に言ってくれるがの、この程度ではアース神族の占領の傷跡は癒せんじゃろう。罪が消えることはない。それに悩まされてはならん。お、なぜそう思う。お前は無理難題を強いられた。解決できなかったのはお前のせいではない。ドワーフたちはそうは思わんじゃろう。許してはくれんよ。ここからまた始めればいい。忘れんうちに集めた鉱石をブロックとシンドリに渡せばきっと役立ててくれるはずじゃぞ。うん、かっこいいこと言うなこいつ。ここからまた始めるよ。そうだと思う。空気がきれいになる。掘削機を止めたおかげかな。無反応ですかい。アトレウス、だんだんと腕が上がっているな。いつか父上を追い越すかも。もうすでに追い越している。おおおおじゃねえよ。そんなことも言えるようになりましたとは意外でございますよ。アルフヘイムのスラグ見せて。使わせてもらう。
何でも作りますよ。お似合いです。おお、今日一番の出来かもしれませんね。大事に扱えばあなたを守ってくれます。ドワーフ反乱軍の遺品じゃないですか。ほら、よこして。ここまで行かないと来る。オーディンとトールは他にどんな悪さをしてきたのかな。あとは、ああ、荒くれ者フルングニル。石の巨人。ああ、オーディンにあざけられ、トールに殺された。もうやめろ。でもまだ。やめろと言った。オーディンと戦をする気はない。誰かいますか？うん、いないみたいだ。これはな、多分今できないんだろうな。使うには何か必要なんじゃない？今できないよってアンに言ってるんだろ。分かったよ。諦めるよ。
めっちゃあるし。謎の通風口みたいな。スパルタの稽古ってどんな感じ？過酷だ。だから僕にはやらせなかったの。僕だってそれくらい耐えられたかもよ。そもそも耐える必要などない。そっか。そもそも論発動してきた。ちゃんとあまさかクバシルの刺繍ください。頭を使うこともあるの。あげんよ。まだお前にはあげんよ。ダーリンのとこに行く？掘削機のこと喜ぶかな。ダーリンのとこに行きましょう。ミーミル、なんでここのところレイダーがヘルウォーカーとして戻ってきてるの？バルキリアの女王を解放すれば世界の均衡が保たれるんじゃなかった？いい質問じゃが、わしにも答えられん。ヘルが死者で溢れておるなら、何者かがシグルーンを邪魔しておるか、あるいは他のことで彼女も多忙なのじゃろう。時折訪れることさえかなわんほどにの。そっか、残念だ。前作でドラボス的なバルキリアを倒したとなってんの。わしらの頭をかち割りそうなあの看板を見るに、どうやらここで会っとるようじゃな。ダーリンさんいます？会う約束してたか？ない。ああ、いえ、お前が喋る。約束するものだって知らなくて。借金の取り立てか？おい、腰に生首ぶら下げときゃビビって俺が利子の上乗せ飲むと思ったら大間違いだぞ。オーディンの囚人を探している。鉱山にいるはずなんだけど、あなたを頼れって。その斧、あの女の首もそれでぶった切ったか。彼女は私の妻だ。タコ反乱しくじった後行方をくらましちまったからディナーと気にしてたんだがな。しくじった？ああそうだ、みんなしくじった。フェイは死んだ。みんな死んだ。
残ったやつがつけを払う。悪いが囚人探しには手を貸せねえな。でもその人ならオーディンを阻止してこの世界を解放できるかも。俺は二度と主審に歯向かうつもりはねえ。おい待ちな。これは罰金だ。腐った頭を持ち歩いたことによる衛生違反、主審の本名を口にした罪で2点減点。あとはそうだな、机を散らかした罪だ。罰金ちゃんと払えよ。いいな。お帰りください。こんにちは。おめえ、お帰りくださいって言葉の意味がわからねえのか。ディナーって名前だよね。あ、うん、わかった。どうも、ありがとう。タコちゃん、タコちゃんと会話したのよ。いいこと、いいこと。生首の干からびたかさぶたばらまくんじゃねえぞ。なんじゃと、失礼な。おいおい、しゃべんのか。リーナ、しゃべる生首だぞ。しかも見覚えのある顔だな。こんな顔、どこにでもよくあるじゃろ。顔から下はなくしちまったのか。もう行こうよ。行けすかないよ、ここだね。これ、罰金じゃないよ。後にしろ、敵が現れた。
ねえ、さっきのダーリンの話だけど、生き方を変えてくれた。ドワーフが地図をくれたのか。そうだけど、あの人その向こうの鉱山に続いてるみたい。ほうほう、ジュール助けてくれたんだ。武器を持たずとも戦う術はあるということじゃ。磨いていい。これな、何なんだ、コスやな。最後までしっかり焼けますか。これに乗れば山を登れそうだね。上からなら鉱山も見える。ドワーフの列車に乗れるとは楽しみじゃない。乗りたいけど探索が最初まず。この準備ができたらあの列車で山を登るぞ。風楽しそう。勝手に動く水路をこう垂直に入る。聞きたくないのならばなぜ口にした。ダーリンちゃん、お前さんもあやつの額の傷を見たじゃろう。あの火傷はどう見てもヘイムダルの仕業じゃ。こいつにおでこを焼かれたってこと。アンラン軍の残党には懲罰が与えられるものなんじゃよ。ヘイムダルはオーディンの兵か。ギャラルホルンの所有者で筋金入りの崇拝者じゃ。疑う心を持たぬ者ほど恐ろしいものはない。ヘイムダルとラグナロクってあれにも出てない、出てた気がするな。着いたみたいだよ、行こう。マイティーソー、こっち列車があるよ。行く方法を探そう。バトルロイヤ、正確に言うとあれは英語名はまあ、きっとテュールは力になってくれるはずだよ。オーディンを見つけてほしくないみたいだ。解放して軍神が復活すれば僕らに構ってる暇もなくなるよ。テュールが戦うならそれは奴の勝手だ。マイティーソーラグナロクって名前が本当のタイトルなんだよね。マイティーソーバトルロイヤルじゃなくて、日本語になるといきなり変な名前つけちゃうからな。左手が大事だ、やっぱ。一匹送ったね。金色なのこれのことじゃない。何かあるっていう。これのことじゃなかった。もう使えんようじゃがな。ルーアの大広間を建てたドワーフバリのものじゃろ。
蝶々こんな液体漏れんだろう。今はどうにもできんの。また後で来るか。なんだよ。何かあるってこれのことじゃないのじゃあ。オーディンでもないし。悔しいです。気づけずに悔しいです。列車すごっ、こんな列車どんだけ馬力ですか。なんかいる。何かあるね。うわ、あれドレキ、何があったの。警戒しろ。死んでる。うん、間違いないね。ねえ、もしかして…アトレウス！来るよ！どうしていくな？スモに気をつけて！そんな強くないんだけど、きっと。
気をつけて。ワニが行くよ。一緒に。強かったね。油断するな。もう他にもいるかもしれない。行こう。さっきのドレキもあいつがやったのかな。侵略試合結果。なんか脈絡なくいきなり出てきた。エレキとか下見て、鉱山だよ。きっとダーリンが言ってたやつだ。左に線路がある。列車があるかもしれんぞ。父上、オーディンと戦うのがテュールだけとは限らないよ。僕たちだって。他にも道は必ずある。うん、僕たちはいい神だ。ラグナロクを食い止めてみんなを救いたい。でも戦しか道がないとしたら。アトレウス、カジバは近場に。シャレのつもりじゃろうな。
こんな無理やりルート行けんだったらあそこからジャンプできるな。まあいいけどね、こんな無理やりルートだぜ。うわ、これかなり小さい。よし、もう少し左。待って、僕から見て左。うん、合ってるといいな。そのまま。あともう少し左に動かして。よし、やったね。第2弾、出発。なんか出発せんよ、バカ野郎。まあ絶対出発せんよ、早めだっけ。僕はいつでもいいけど。お前だけ一人で行っとけ。俺はまだ行かんだ、早いだろ。あ、何回ってきたんだこれ。じゃあ行こう。ごめん、君が正しかった息子よ。お父さん来ないから待っちゃったね。クラーケンが石をくれただろ。クラーケン、ああそっか、ディナーね。藻で覆われてるけど、戻ったらブロックとシンドリに見せてみようよ。はい。ねえ、僕らはオーディンが信用できなくてテュールを探してるけど、考えてみて、戦ってまずい。トロールはよく北欧のお土産で売ってますね。
がれ。はい。すると強くなる。帰って今のは痛そうじゃ。びっくりしたぜ。闇夜の切り裂き魔の砥石じゃ。占領に抗うならば時には露骨な手法がうってつけじゃ。古いな。もう
使えない。砥石の話を邪魔せんでくれんかの。